はい、本日はですね、三井アウトレットサンダで買い物をしていきたいなと思います。アウトレット企画です。お久しぶりので、今日はですね、その神戸のねサンダっていうところに来てるんですけど、実は、アウトレット企画はですね、僕あんまいつも欲しいのないので、だいたい嫁のを買いに来るんですね。で今日も嫁の、アウトレットのものを買いに行くんですが、何を買うんですか？アウター欲しいかな。アウターですよね、なんでかというと、今この状態なんですよね。アウターがないから寒いよ。季節先取り嫁ぞになっちゃってるもんね、完全に。そうで、こんなに寒いと思わなかったもん。あ、しかも今日はさ、室内だけの予定だったじゃん。寿司屋だけだったじゃん、いらんと思うやん、そんな車移動だし。はいはい、ちょっと調子ぶっこいだよね。なるほど、まあ、確かに僕もこのね、マウンテンライトジャケット着てちょうどいい感じなんで、君にもあのなんか春用のねアウターを買えればなと思って、うん、ありがとうございます。いつもそんな時は敬語かいね、いつも全然一個も敬語使ってないかと。これ実はあれなんですよね、あのさっきちょっとあの初詣の動画出して以前動画出したんですけど、それ終わった後に来てるので、もう実は夕方3時なんですよ。だからパワッと買い物して帰りたいなと思いますので、はい、はい、じゃあまあルーレットをね、用意させてもらいました。ありがとうございます。でルーレットはちょっと前回よりパワーアップさせます。っていうのもちょっと引き苦情悪いから、確かに低いの作りすぎたらかわいそうやなと思って。ありがとう。一応最低3000円。あ、私映っちゃった、大丈夫か、3000円。え、3000円、最低かな、3000円、5000円、1.5 万円、3万5万というふうにやってます。だってさっき今日引いたのよ。ほな、じゃあもうちょっとスコア上げしとく、3000円のやつを5000円に上げてたのか、ほんで5000円の、あ、8000円やろ、だって、381.5 になってんで、じゃあほな 511.5 にしたのか。うん、そうね、ほんなら外れちょっとなくなるやろ。そうだね、どんだけ優しいんだよ。絶対5引くでしょ。絶対本当にくじ運ないもん。なんかさ、友達のさ結婚式二次会とかのビンゴとかもさ、当たったことない。そんな当たらんしさ、まああれみんな当たらねえで。そっか、俺も当たったことないもん。当たったとしてもさ、俺めっちゃいいの当たったに決まっとるやんと思ったらさ、なんかさ順位はいい方なのに、あの順位いいけど結局あんまりでしたっていうオチあるじゃん。はいはい、分かる。ビンゴのあのタグを前にして数字仕切るやつとは飲みたくないのよ。ほんでほんで言うてな、この前ミルクボーやってましたね。はい、ではこんな感じでいいですか。もう一回再度改めて見てください。最低が5000、5、1、1.5、3、5ですね、はい、これで春の歌買えるかな。買えるかな、買いたいな。では押してください。はい、あ、暗くなっちゃった、いくよ、よーい、スタート、スターティン、チャカチャカチャ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 ン、チャカチうまいね。ジャーナル行くやろ。どっちこっち。アーバンとかアバハウスもあるし。一世三宅もあるけど。一世三宅ですか。ほなじゃあこっち側回るか。普通入場したらさ、だいたいこの入場したらだいたいみんなこっち行くねんで。まあこっちはね、スナイデルとかあるやん。バレンシアガとか。バレンシアガ買ったよね。買ったね、かわいいね。ちなみにアウターはさ、どんなアウターが欲しいとかあんの？なんかちょっと綺麗め系な感じのやつ。綺麗め系？こんな言ったら春の大人コーデ的な感じってこと？そうだね、カジュアルだってさ、サックンの目もあるからさ、オーバーサイズ着れるやん。ほんならトレンチコートみたいなのが欲しいってこと？要は。そうかな、そんな感じのコート欲しいかな。俺ここ来たの2年ぶりやわ。最初から始めまして。どうですか？めっちゃアウトレットって全部変わらない？いや、御殿場似てるよ。もう御殿場な、あの静岡のリースクエアドあるけど、行かんでいい？うん、別にいいや。私いつも行ってる、そこ。行ってない。行ってない。君はセレクトショップ行くのがもう、いつもやから。なんか私の知り合いとかでもやったけど。おった。え？グッチ並んでくで。グッチプラスノースウェイスってこと？やってないやろ、そら。あっちもあるわ。どうする？ちょっと見てみる？あの店だけ。
こんなみんな厚着してダウンとか着てるけど君だけやで、こんなニットの格好して寒いよ、寒いかわいそう。貸したろか俺のデニム。ありがとうございます。え、うん、貸す気なかったけど、うん、ここでさ、もう店だけ見ていいのなかったらもう引き返すで、うん、ここや、うん、あんま変わったら、みんなそこ変わってるよ。だからここヒューと見んね、分からん、照らし合わせれん、これじゃあ。でもこれちょうど一周したら終わりやな、うん、だからこう言って一周して終わりにしようかも、うん、あるかな、分からんぞ。アトムランドあるやん、アトムランドはどう、うん、高いやん、1万5000円で無理、無理だよ。ちゃんと引けよ、ほんなん5万用意しちゃってんのに。いつも本当に嫌ない、じゃあ3回ぐらいして、そこの1個いいやつがないと5万引ければ大丈夫。行ってみたら1回。そうだね、入っていく嫁だった。よかったですね。はい、1個目ゲット。あるのこと、もう来とかんでいい？だってまだ見るでしょ。そうか。うん、ちょっと我慢する。これちなみにおいくらだったの？これ8250円かな。半額になってた。あ、そうね。もともと1万6000円ぐらいが半額になってた。すごい可愛かったよね。うん。ってことはあと残りは？うん、2万。8000円ぐらいか。8000円ぐらいか。ちょっとす、計算できなくなっちゃった。そうか。まだ2万円ぐらいいけるんじゃないかな。ゴリバ行くの？これとも7ユニバー。7行こうか。さあ、今日の予算はどこまで膨れ上がるんでしょうか。すげえ続く。結構さ、今回さ、早めに決めたけど、なんで早めに決めた？え、だっておみくじに早めがいいみたいなこと書いちゃったし。ああ、先週のな。そうそう、結局さ、私ってさ、一番最初見たやつが1日だったりするやん。確かに。だったらもう、なんで君打つ瞬間真っ暗なんやろ。で、そしてモザイクでね。しかもなんか、タックもいいって言ってたしさ、うん、迷ったところできっとこれが良かったになるはずだからさ、確かに、だから決めた、よかった、で、戻りたいと思って戻るのめんどくさいし、うん、だからもう決めた、どうせです、並んでんで、大変だね、並んでないよ、入場規制してんじゃん、それあと何買うの8000円で、何買うの、パーカー、ああ白のパーカー、うんうん、すごい、それではノースフェイスにも行きたいなと思います。シュン、はい、それではノースフェイス行ってきました。キャンプシェラショートとかあったな、俺が持ってるやつの1年前バージョン、うん、あとパープルレーベルもあった、俺初めて見たパープルレーベルのアウトレットで、だから買おうかなと迷ったけど、うん、だけど普通のインディゴやからな、うん、まあ、機能面はないよ、うるさいなほんで、うん、だからそれやったらちょっとハイブランドのなんかニットとかみたいかな、俺は個人的に、はい、とは思うんですけど、どうですか、あと8000円の女はどうですか。そう思うよ、8000円の女、うん、これあれやんな、あの春のアウターやねんけど、ライナーもついてんねんな、ライナー中のワタワタみたいな、そう取ったり外したりできんねんな、なよかったやん、よかったな、しかもな、サンダって意外とな、うん、ちっちゃいわ、もうすぐ終わるで、もう半分来たで、パッと見よう、うん、待って、パッと帰りましょう、では、見まーす、上の美味しい部分吸っちゃった、つまりよ、さっきさ、めちゃくちゃ似てるって言ったじゃん、知り合いに、さて後半戦いきますか、うん、あと水、うん、中入れとくね、うん、ゴミ捨てるわ、ちょっともう夕日も落ちてきたよ、うん、寒くなってくるね、うん、まあ歌キアな感覚になってくるんちゃう、うん、カードチャンネルでレビューする前にいや、いろいろ回ったんですけどね、今8000円使って残り7000円、何買おうかなって言って今下着見に行ってるんですよ、だから下着はさすがにちょっと僕この顔では行かれへんから、ちょっと待っとくわ言うて今ベンチに座ってもらったから、でもしこの7000使われんかったらキャリーオーバーで、その次次回にも少しのいいでって言ったら、え、そんな制度もあるのって言って喜んでたんで、もうちょっとしたら多分出てくるんだなと思いますわ、待ってますわ、なかった、なかった、ではそろそろ締めに行きますか、どう？まだ元のなんか見たいとかある？なんかもう終わっちゃったかって感じ、まあもう一周したからね、
そうだよね、なかったもんね。なんかちなみにさ、それこそなんかこう気になってるところはないん？ない。あそこのお店のあれ気になるなとかさ、うん、なんかそんなピンとくるもんね。まあ、ない。なかった、買えないと。やっぱ時期的にもちょっとちょうど冬の残り物が多いからな、うん、もうちょっとしたら春物が出てくると思うけど、そうね、もう着ないよこれはっていう感じの熱々なやつとかね、うん、着ないし、まあ、そしたらまたあれですか、そのうちサードチャンネルかなんかでレビューするんですか。そうですね、わかりました。じゃあもう今日はこれでおしまいでいいですか。はい、はい、あとは家帰ってうどん食べましょうということでね、まあ今日は終わりで、7000円余ってるので次回キャリーオーバーという形でね、アウトレット行った時にこの人に7000円プラスから始めたいなと思いますので、次回の藤井馬よろしくお願いしますね。はい、取れ高にかかってくるんですね。せっかくこっちは5万まで用意してるのにいつも何千ばっかりですよね、あれなんで。まあそんなこと言うてね、逆に高かった高かったら困るんですけどね、言うてやってますけども、まあ、この辺で一旦終わりたいなと思いますので、はい、ということで本日はですね、どこやってここ、アウトレットね、サンダーにね来ましたというところに行きます。ではまた別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。フルーツで免疫力アップ、へい、あ増えてますね、買っちゃった。